今日は、僕が使ってる、iPhone、iPad で見れるエリアフリー TV の紹介をしたいと思います。まず、エリアフリー TV っていうのは、ストアの中にあるのでそれをダウンロードしてきます。チューナーは別売で、1万がそこそこぐらいで売ってるんじゃないかな。立ち上げてみます。で、初期設定はもう終わってるので、外出先で視聴、今日の場合は自宅ですから自宅で視聴を選んで視聴へを押します。視聴へをタップですね。そしたら、はい、更新してます。あ、今日は今日の場合はサガテレビとつながってるんですけど、はい、こんな感じで、外でも見れます。Wi-Fi 環境があれば外でも見れる優れものです。以上、エリアフリー TV の紹介でした。